皆さんこんにちは。 BF エステート株式会社の大沢です。今回のテーマは絶対に付き合ってはいけない悪徳不動産屋の特徴5選。今回の動画は今後不動産投資家として収益物件を購入し不動産投資を始めたい方におすすめの内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。1. 営業が古典的。生命保険代わりになります。節税ができます。年金代わりになります。この3つの営業手法は新築ワンルーム区分マンションの営業によくありがちな営業手法なんですけれども、この3つでご利用してくる不動産会社は少し危険と思っていただいた方がいいかもしれません。この3つは1棟の不動産投資でも全く同じことができます。2. サブリースをやたらと進めてくる不動産会社。サブリースというのは入居がついているついていないにかかわらず一定の賃料がオーナーに支払われる契約形態になります。このサブリースはついているから安心というふうに思われるかもしれませんが、サブリースをつけないと売れない物件、サブリースをつけないとつかない賃料である可能性が高いです。サブリース付きの物件やサブリースが解除できない物件に関しては要注意です。3. メリットしか言わない不動産会社。これはお客様の商談でも私よく言うんですけれども、100点満点の物件というのは存在いたしません。絶対にいいところもあれば悪いところもある。その中でご自身に合った物件を見つけていくのが不動産では非常に大切です。その上でメリットしか言わない不動産会社もしくは営業マンというのはデメリットを隠している可能性が高いと言えます。ですからメリットと合わせてデメリットやマイナス点も一緒に紹介してくれる会社、そして営業マンを選ぶといいでしょう。4. 自分の買いたい物件に特化した不動産会社を選ぶようにしましょう。例えば弊社では一棟収益物件を専門でお取り扱いさせていただいておりますので、一棟アパート一棟マンションが欲しいと思うならば弊社のような一棟収益物件専門の会社、そしてマイホームで戸建てが欲しいのなら戸建てを専門としている会社さんにお願いするようにしましょう。やはり自身が欲しいと思う物件のプロに任せることが非常に大切です。5. 知識のある不動産会社、そして営業マンから買うようにしましょう。これは会社というよりも営業マン個々の問題かもしれませんが、不動産の売買というのは一生に何度もあることではありませんし、やはり人生を左右する大きい買い物であるということが言えます。そのためお客様はしっかりと知識をつけた上でご購入されることが多いと思いますが、同じように勉強をして知識のある不動産会社の営業マンから買うようにしましょう。特に投資用の物件に関しては不動産の知識に加え税金の知識や投資の知識などありとあらゆる知識が必要になります。もっと言うならば自分自身で投資用の物件を買って不動産投資を行っている営業マンであれば間違いないでしょう。今回は絶対に付き合ってはいけない悪徳不動産屋の特徴5選をお話しさせていただきました。今後も不動産に関する有益な情報を発信できるように頑張りますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また弊社では不動産投資に関する無料面談を随時受けたまっておりますので、下の概要欄からお気軽にお問い合わせください。本日はご視聴ありがとうございました。